今年もう一頭、動物界で話題になったのが山口県徳山動物園のマレーグマ、ツヨシ。なぜか悲しげな表情のツヨシ。悲劇はおやつの時間に起きた。ツヨシが食べようとした2つ目の餌をレイコが横取り。その時、あ、餌取られちゃったよ。どうして人の分まで取るかな。信じられない。ショックだった。飼育員がツヨシに投げても、ちょっと僕に投げてくれたんでしょ。本当思いやりの価格もないんだから。もうすぐ強し。レイコに負けるな。ファイト強し。